おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら、今勝のですねレプリケーター290シェンロンっていうことで、今勝のですね超ビッグベイト、ね、結構長いやつですけども、これでいい釣りができたよ。まずはこちらをご覧ください。うわっ、すげえ、ああ、ぽこは来るな。ああ、食い切らん。ルアーのサイズ下げれば釣れるかもだな。魚がちっちゃいな。2回ぐらい追ってきてるけど、本当50ないぐらいのが。送った。よし。つさくん、タモお願いしていパワフルなんだけど、あーやべ、針1個取れたな。あーバレた、ごめん、でかかった。でかそうですね。あーすまん、ありがとう、助かった。いるよ、サンキュー。ねえ、シーバスはシーバスだったな。レプリケーターシェンロン、やっぱすげえ、ここら辺追いがすごいんだよな。あー、やっぱりドラグ効かしたファイトじゃねえとあんなの取れねえな。今のも多分右列してるもんな。3チェイス1ヒットか、こっちありだな。
ジョイコロとかへ釣れるよ多分。トップに変えました、いるんなら。ああ了解了解、いいと思います。毎頭追ってくるの。はい、来ましたよ。レプリカエトヤシェンロもうだいぶ弱らしてね来たんで抜いてみたいと思います。いけっか、よいしょ、来た、あーうーよっしゃ、はいね、いいっしょこれ、イエーイ。いや一匹ばらしてね、その後投げ続けてどうにか、イエーイ、こんなでっかいルアーでね釣れちゃうんだからやめらんないですよね。うーやったぜー、くっ。なんかちょっとやっぱ1メーター下ぐらいで追ってくんの、どうやってルアーまでたまらずバイトさせるかって感じだな。さっきの止めた時にもう回収直前で食ったんですけど、あ今までフローティングだったのをシンキングのジョイクロに変えたんですよ。でちょっと深いところから船べりにこう上がってきて最後の最後にたまらず食っちゃうんだな、はい、俺は全然沈まないの入れてるから、はい、なんかそれを沖で何回も繰り返し仕掛けていく感じ、はい、こうハマン出してさ、たまらないっつって、ね、水面でこう、そうギュッギュッギュッって何回かアクション入れて、でふわーってした時にシーバスがたまらんっつって、なんかでも多分津田くんの食わせのパターンもすごいいいからでかいの釣れるかもしんない。ナイスバイトだね。あの船際のその上昇軌道ってのが一番食うタイミングだから、船べり本当に意識集中した方がいいよ。俺も結構船べりで食わせるけど、なんかシーバスって本当上にスパーンって逃げる動きに弱いんだよ。それまですごい慎重にじーっと見て食わないんだけど、上にふわっていう動きにだけもうねたまらないんだよねあいつら。だからそれをアクションでもたまに上のジャークとか入れたりして意識してやると沖でもその船べりバイトが出せるようになるから、船べりだとさすがにちょっと船見えちゃってっからさ見切られる。あ、ほら、thank you.
よっしゃ。よーし。あー、来た来た。またちょっと上がりそうになったら玉をお願いしたいかも。おお、すごい引き。モンドリで、モンドリ打って食ってきたよ。レプリケーターすごいね。またちょっと後ろに行かね。走る走る。おお、引く。だから。おーい、火事ちょっと。そうそうそう、すんごいなこのルアー。よーくうね。うー、バンタムエクステンスの組み合わせもナイスですよ。はい、中立。ごめんね、ありがとう。やべ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 、エンジン。ナイス、津田くん、うまい。はい、レプリケーターすごいね。ね、まあ昼間からガンガン食ってきますよ。はい、この城パターンなのかな。いやでもまあこういうでかいサイズのルアーでね、釣れてくれるってだけで嬉しいじゃないですか。最高。いやー、秋始まりましたね。イエーイ、じゃじゃん。はい、というわけでね、帰ってきましたが、先日もね、これで違うタックルで釣れたよなんていう動画上げたんですけども、最近ね、この今カツのバカでかいやつがですね、すごいよく、魚の反応を得られていて、それで、動画にまとめてみたんですけども、改めてね、こんな感じのルアーです。連結部がね、たくさんあって、まあ、この前の方がちょっと広めのこういうね、可動域で、で後ろが、ここがですね、こんな感じ。で、ここでさらにですね、この柔らかいテールに接続されていて、で、ここにもっこりがあってですね、ここでグイングインに動いて、で、この広いですね、このテール部分ですね、これがふわーっとね、余韻のように動いてくれて、まあ、これだけ連結があってですね、ふわーって動くんですけども、ペンって入れるとですね、力を入力するとグッて動く。ね、そんな感じで使っていて、でですね、デッドスローフローティングっていうかね、そんな感じの浮力調整なんですね。だから水面直下でこうピラッピラッとこうね、光をね、下に反射しながら寄せて、で、この大きさの割にですね、結構軽やかにですね、浮上アクションが出せるというか、ふわっで上がった後にこのグリルルンってね、こう後ろが余韻で残って動き続けているので、追ってきた、まあ、今回の場合シーバスとかがですね、うん、どうしよう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 、うん、たまらないっていう感じでね、食いついてくれる。それがね、この多連結ボディの魅力なんじゃないかなっていう風にね、思って使ってるんですけども、あとはこのボリューム感ですね。なんかね、魚がね、やっぱ気になるんでしょうね、こんな大きなものがね、グニ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 動いていると。そういう感じでなんかね、非常にまあいろいろ他にもね、ビッグベイト投げたりトップウォーター投げたりしてるんですけども、反応がいいなって。で、たまたまね、本当はね、もうちょっとシーバスっぽい背中チャートみたいなカラーが買いたかったんですが、それね、速攻売り切れちゃったんで、こういう、まあちょっと、食わせにかかった魚っぽい感じの色ね、こういう色を買ってみたんですけども、それで使っているんですけども、このフラッシングが
下にギランギランギランってやるのと、あとやっぱこのリアルな感じの今勝独特のカラーリングですね、まあ、これがまあ止めた後の最後のどうしよう、あ食っちゃおうっていう、判断材料になってくれてるんじゃないかなっていうことで、まあ、結果ちょっとこういう、リアルプリントフィニッシュみたいなね、こんな感じのカラーで、あこれは良かったななんていう風に思って使ってるんですけども、でまあこういう感じでいろいろ愛がいろんなとこについていたり、まあヒレがついていたり、いろいろギミックがね、満載なんですけど、ここのねところはまだね使ってないんですけども、まあここにちょっと顎にね、シンカーつけたりしたら、そのままもうちょっと下のレンジが引けるんじゃないかなというところと、あとはね最初は結構幅広のリップがついているんですけども、それは取ってこんな感じでね、リップなしの状態で使っていますね。こんな、ルアーで、釣っております。そして、タックルの方なんですけども、これシマノシマノっていう感じの組み合わせですね、ちょっと古い方ですけども、シマノエクセンス DC に PE ラインのですね、これ8本寄りの、4号ね、4号直径のものを入れて、で竿はですね、シマノのバンタム、ね、1711H の SB っていうことで、こんな感じのタックルで、やってみているんですけども、遠投重視のセッティングっていう感じでね、使っております。まあボートで使うにはね、ちょっと長いかななんていうね、1711っていう長さなんですけども、これで 100g まで投げれますよっていう竿なので、これね 130g ちょい超えぐらいの重さなので、少し、オーバーな重さなんですが、この長さでグイーンとね竿をね曲げてね、でこの DC ブレーキに乗っけてヒュイーンってね、結構ね遠くに飛ばせるんですよね。だからちょっとこのタックルの場合はですね、広い海で、魚の居場所がいまいちよくわかんないな、あの遠くにいるのかもしれないな、はたまたその途中、もしくは手前にいるのかもしれないな、そういうのがねボイルとかもなくてよくわかんないや、そんな時にね、重宝して使っております。で、バットの方はねパワーがあるので、魚かけた後もですねグイグイに寄せてこれるのと、あとはねあのこのバンタムの 1711H の SB っていうモデルが比較的ファーストテーパーなモデルなんですね。だからそのファーストテーパー部分でここら辺のプラグをねこちょ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 、ティップをねちょっとずつねトゥイッチしてやると、こうねビクッビクッグリッっていう感じでね、すごいなんかまあでっかいのにあのこちょこちょね動かしたいななんていうね、そういう使い方の時にね結構この、タックルを使うことがね最近多くて、結構ね重宝しております。この上にねまだ、もうちょっとね重いものまで背負えるよなんていう、モデルが2種類ぐらいあるんで、それはそれでね、もうちょっとこれをなんだろう、バシッバシッって動かしたい時とかにはね、その硬いモデルを使うんですけども、なんだろう、こちょこちょ動かしてなおかつ先端でちょっとここぞっていうバイトを乗せに行く、そんな時にねこの1711のね SB っていうのがね使いやすいんじゃないかなっていうことで、最近のシマノだとねアンタレスの DCMD ってね、もうちょっと、モンスターって感じのねリールがあるので、そんなタックルでもね使いやすいんじゃないかなっていうところで、ポイントとしては結構海の場合潮の流れがあるので、速い潮の流れとかに投げてもですねしっかりと動かせるように、比較的ハイギアなモデルですね、選んでおくとグリグリってね、巻くことができて、その魚が不意にこっちにね手前にものすごいスピードで走り出した時とか、あとはそのバイトをね即座にかけたいなんていう時に糸吹けをスピーディーに回収できるっていうのもあって、比較的こういったハイギアなねギアが積んであるモデルが使いやすいんではないかなとね最近は。というわけでね、つらつらと語ってきましたが、今ねほんとこういう大きなルアーで、大きな魚が狙える絶好のシーズンなので、これはね今勝のホームページとかチェックしているとたまに、発売日なんかが告知されてウェブショップなんかで買うことができるルアーなんですけども、そんなにね安くないものなんですが、
っている時間、投げている時間の割に本当にね、魚のヒット率が高いルアーだなっていうことで、ちょっとね、大きめのルアーでなんか他と違うね、ルアーを使いたいなんていう人にはね、一個ね、これちょっと気にしてみてもいいんじゃないかななんていうね、そんな印象のルアーでございます。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、今活のですね、超ビッグベイトレプリケーター290シェロンね、こちらで、楽しいシーバス釣りができてるよっていうね、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。